回は良いとか悪いとかけしからんとかどうでもよくて、トモさんの国になってしまうと恐ろしいねんでっていう話題。産経新聞2023年4月22日首長中野くんに海外の闇の警察実態暴き廃絶に追い込め。まあ他の国のことやから別にどうでもええねんけどって私は切り捨てるんですけど、記事によりますと、中野国が自国警察の出先機関を外国に密かに設けて中野国の人の取り締まりを行うのは国際法に反し、設置された国の主権を侵害するのは明らかだ、許されることではない。米司法省は、米はお米の国って書くところ、今現在でんでんじいさんがやってるところ、中野国公安省が米ニューヨークに設けた闇警察、この闇警察にカッコ書きで非公然警察署って書いてあるの解説運営に関わったとして、中野国系お米の国の人の2人の逮捕を発表した。中野国の海外闇の警察の刑事摘発が報じられたのは世界で初めてだ。刑の国、反の国、関東もいうところ、お隣のってよく言われてるところの警察が3月末に中野国の闇警察の拠点の疑いが持たれるソウル市内の中華料理店の経営者らを食品衛生法違反などの容疑で摘発したことも新たに分かった。コメ司法省は昨年秋、ニューヨーク市内の闇の警察を家宅捜査して閉鎖させた。オランダ、アイルランド、チェコ、ドイツなども閉鎖命令を発した主権国家として当然の対応だ。中野国はトモさん一党独裁の国で、トモさんは共産、生まれながらの革命家を作ろうとしているので、ほんまは関わったらあかんねんけど、実際関わってみて、中野国の言葉習ってた時留学生たちやってんけど、ええ感じの子だらけだったんですよ。で、私真実有効いうのやってるやん。まだその時はリサーチ段階やったな。中野国のことが習ってた時、この子たちも赤くて酸っぱい教育受けてるから、もしかしたら酸っぱいなのかもしれないなと思いながら、フリートークの題材を日本の闇、日本の民主党のこととか政治のお話を題材にマンツーマンで語ってました。中野国の人たちってすごくピュアでお口が軽いのよ。で、朝お伝えしたことを夕方までにピュアって回る。あ、これって素晴らしいよなと思って、中野国の言い回しを聞くために、え、これってなんて言うのって、日本にはスパイがいっぱいおんねんけど、これなんて言うので、スパイってなんて言うの、人気って言うねん、あーそう、まあ、そんな会話を楽しみながら授業を受けていてんけど、人の口はうまく使ったらいいって私はずっと思ってて、ここだけの話やねんけどっていうときゃ広まるから、みんなおすすめやで。で、ニューヨークで逮捕された2人は中野国の公安省の指揮下で、中野国政府に批判的な在米中野国の人に帰国の圧力をかけたり、民主活動家の居場所特定に携わったりした疑いもある。中野国国内における弾圧を海外へも延長して行った実例である。まあ、うちらには知ったこっちゃないから、けしからんって立ち上がるのは別の話やと思うね。中野国の財務省は海外警察は存在しないとしらを切った。問題の施設は闇の警察ではなく、在米中野国の人に運転免許更新などの行政サービスを提供していたと釈明した。だが、これら行政サービスですら問題がある。お米の国の同意が必要な領事業務を勝手に行っていたため、ウィーン条約違反の疑いがあるためだ。スペインの人権 NGO は、中野国の闇の警察は世界50カ国以上に102カ所あると指摘した。中野国の人約1万1000人が闇の警察による嫌がらせや拘束によって帰国を強いられたという。日本では東京秋葉原にあるとされた。日本に中野国の違法な闇警察がある疑いは極めて強い。日本政府は主権を侵害しているなら認められないと中野国政府に伝えたが、これでは抗議の手を成していない。なぜ日本政府は闇の警察の実態を暴き閉鎖を命じないのか。だって赤くて酸っぱい連中がいっぱい入り込んでんねん、もうしゃあないやんって感じ。中野国の政府を恐れているのであれば情けない。日本にいる中野国の人からの
広範な徴収も実施すべきである。日本の主権に関わる重大事である。酸っぱい防止法がないため中の国に突き込まれているならなおさら問題だ。岸田の風民政権はヨーロッパや K の国を見習って中の国の闇警察を排除せねばならない。下手こいた酸っぱいを自国に引き戻してくれんねんからうまく活用してもいいような気すんけどな。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実をゴソゴソして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。それをやりたくなったのは社会統計の実にお偉い肩書きが立派な素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれぬってか社会党ってなんな。その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をした。ああだからあの時理不尽やったんや。あの人たちのことを今私恨んでない感謝している。あいつらのおかげでいろいろ調べて心すっきり。私は赤くて酸っぱい連中とお仕事をさせていただいた貴重な経験を持っている。社会党は社会の窓主義インターナショナルという実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中でした。そして日本の友さんの党と中の国の友さんの党、世界各国の友さんの党はコミッテル国際共産党第3インターナショナルの一支部同士。コミッテルってもう消滅したことになってんねんけど、あるでしょ、亡くなったふりしてるだけでしょって私は思って見ています。なぜならばプッチンプリンみたいな名前の方がトップを務めているところロシロシで大きな核の命が起こって、ロシロシ核の命あれが成功してレニンのおっさんがほんまはレーって伸ばすマルクスレニン主義のレニン、あのおっさんが第2インターナショナルから第3インターナショナルに組織を独立させたんですね。社会の貧しいインターナショナルとコミッテルはもともと同じ組織で、第2インターナショナル時代は一緒の組織。コミッテルに行かなかった連中が社会の窓主義の組織に行きはったんです。コミッテルには指導団体なるものがございまして、そこのことを私は自由なおそうめん屋と言ってるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋さんがおそうめんがおそうめんのとか言ってたら、すべてメイソンのことです。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところ、今、でんでんじいさんがやってるところ、この世の中盛大なプロレスが行われてて、私たちが見せられてるものっておそうめん劇場、おそうめんの劇団員の寸劇劇場やねんなって、見てるとしっくりいくし、いちいち怒らなくて済む。怒らせたいのよ、不安にさせたいのよ奴らは。そして日本国民のお人よしや怒りを浮上させたいの。塩対応、冷酷の気持ちよさふんだんに楽しんだ方がええで。中の国は一党独裁の国。中の国の人たちって生まれながらの革命家を作ろうとされてて、めっちゃ友さんの思想を叩き込まれとるから、お友達で止めといた方がええよ。日本生まれの日本育ちでも、国籍が中の国やって帰化したってなると、もうちょっとそれはないから、私は政府機関に入ってもらいたくないなって思ってる。明日行われる選挙の話やねんけど、はっきりくっきりしっかり言いたいねんけど、それはあかんっぽいのでやめとくけど、日本生まれの日本育ちを強調してはんのよ。なんだかなやねんけど、酸っぱい防止法がない中に一人認めてしまうと乗っ取られんでっていう危機感しか私は考えないんですね。一時の優しさ、かわいそうが命取りやって私は思って行動しております。資本社会ともさん3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるためにも活用しとる。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国なんですね。で、私たちは日米同盟と資本主義だけを守ればいいんです。今もうこんな状況になってんねんから。他の国の人たちのことを助けてる場合あれへんな。非常に恐ろしい計画として、国民が選んだという形を取らせて、資本を潰させて国民に、社会の窓主義の世界に誘って、後に友さんにしていく。世界を一つにワンワールドにしていく。そんなんされたくないやん。資本だけが自由に楽しく生きられねんで、っていうことで、まず自分たちの生活を守ることだけに専念したらいいんですよ。で、中の国はそういうことをするところって割り切って、大変やね、頑張ってねって言っといたらいいと思います。